チズリン。はい。みんなもちょっとね、ちょっとでやってみてね。これでね、今日のね、あの仲良くなり加減がわかるの。ようこそおいでくださいました、ジャズアート千川第3回目になりましたけれども、まあ、ようやく3回目になったなっていう感じです。もともとジャズアートっていうものがどういうものかというと、まあ、オーソドックスなジャズじゃないんですよね。もう非常にこう横断的っていうか、いろんなジャンルにまたがるようなものがここに集合できればいいっていうふうに思ったんです。でそしてここの芸術監督のペーターさんが、世界でいろんなミュージシャンが日本人活躍してるじゃないか、でもそのホームになるようなね場所がないんじゃないかっていうふうなことをおっしゃったんです。でそれでこの、フェスティバルを企画しようっていう、まあ、アイデアが生まれたわけなんです。3名様、谷川俊太郎さんがご自身の誕生日を知るようにあなたの愛する王将のためにというふうな、湯の中でおしっこをしてもいい、お母さん。ちり一つない事情で誰も俺の声を聞く耳を持たない。
どうもありがとうございました。